はい、こんにちは、ドクターネックスです。まあ、そんな長く続けるつもりなかったけど、なんやかんやちょいちょいプレイしております。ランクもなんかパパッと500を超えてきましたね。んで、そう、これ受け取ってなかったな。なんかあんま今んとこクリアできない、初見でもクリア可能な感じでダンジョンがサクサクっとプレイできますね。クリア報酬、転生始終の紙、カチャ。転生ハック、あれ俺作ったんじゃないかな。あ、転生ハックは作ってねえのか。じゃあよかった。闘技場も全然普通に行けましたね。まあ、要は炭治郎が強すぎるっていうね。誰でしょう、ちょっと存じ上げません。ランク500超えたから、ランク500メモリアルガチャ。あれ、ナポレオン、なんかナポレオンの武器、あ、違うか、ナポレオン、あ、サブにいいと聞いた。確かに炭治郎のサブに良さげな感じはするな。これで A かな。さあ、んじゃあ113個もあるから、いや、わかんねえんだこの、ね、スーパーアンケートスーパーゴッドフェスっていうのを回した方がいいのかわかんなくて、10個なんでしょ。だから10個ってことはそれだけいいのかなって思うんだけど、どう、俺ね、ここの村コレのグレオンとポロネが欲しい。炭治郎のサブ。というわけで、あれ、ほどけだ。村これをちょっと回そうかと思います。持ってるというか進化させたと思ってるね。この子は見たことがある。5年前でも見たことがある。知らない。武器になると思うんだよな。ダメじゃね。星5の方もいらっしゃるんですね。で、俺は武器になる人も欲しいとか言うから、こんなことは。いや、書く確率 1. 何パーセントって相当きついよね。よく考えると、まあ、よく考えなくても、まあ、そんなね、単体の確率で言ったらそんなもんなのにかぶってくる。ガチ勢はどれぐらいガチするの？まあ、使えるかどうかもようわからん。
金の卵で喜んでたんだけどな。喜べない体になってしまった。だからいやおかしくない、そこ被るの。せめていろんなキャラが欲しいんだけど。いやだからえ、ないないない、これヒガチャ。ヒガチャ。なんか武器になるのかなと思ったらなりませんね。貴族系すぎんだろ。この子最近なんか見たよ、なんかで手に入れたよ。いや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 、おかしくない？ 3 体でもない。容器一個一個っていうのがしんどい。もう10連とかないの。10連、武器になると動かないな。いや本当にね、この全然引いてないのにこんだけ被るっていうのはどういうことなんですか。この子たちは見たことあるよ。だからそのこんなところで株で囲うことなくない？アイテムこれ。目当ての 1% と 1.7% は出ませんね。失敗したかな。貯めていた石を使い切るっていう。なんか動いてる。すげえ。ラスト。ほんとね、かぶりますね。購入はいいかな。なんかいろいろ書いてある。チャンピオンガチャ。あーなるほどね。確か星6以上確定とかあったら引いちゃうっていうのはあるな。
どな。あと僕パズドラパス購入してなくて、なんかちょっとやるなら買っていた方がいいかなと思いますね。まだ入ってないけど、まあもうちょいいいかな。まあ結局ちょっと何の成果も得られなかったな。なんかいや実はこれいいキャラじゃんっていうのがあったら教えてください。全く価値が分かっておらず、特に今引いたキャラでこれだっていうのは僕はいないと思ってます。うん、はい、また教えてください。とりあえず、これ一通り、降臨までやってみよう。降臨とかは、何も考えずにいけると信じてる。はい、ブッパー。じゃあ水はちゃんと汲むのがやばい。マジでした。え、炭治郎使ってきゃなんとかなんだろうって、ね、まだ向こう、炭治郎やってなかった。ああそうか、あ間違えた。開けた。速攻消せてない。見えた月の糸。赤が足んないです。だから赤を生成していく。なんだ足んない。こうだ。
そっからは今ここで倒すんだ。消せばいいのか、お邪魔。もうボスだ。おい、嫌い。マジか。心を燃やせ。今ここで倒すんだ。これでどこでスタートしたら赤で間に合うか分かんないんだよな。でも赤から始めたら間に合わなくなりそうだから、何秒あるか。12秒、一周何秒か分かんねえや分かんないけど、分かんない。あーダメだにできない。そう。回復が欲しいけど、ダメだ。四角い。あ、真ん中にあるじゃん、よく考えたら。そうかそうか。あ、ここやん。したら、真ん中で四角が作れるから、でも赤が足りない。今ここで倒すんだ。これで赤を、う
です。これで溜まったから煉獄さん心を燃やせ、今ここで倒すんだ、今ここで倒すんだ。数は数えてねえけど、ここダメ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 、あー繋がってる。ダメ。あー、こんな動画あげなくない。恥ずかしいやんか。足上が使ってない。やめて。あ、こうやってブルブル震えちゃうんだ。ちゃんと数数えたらなかったな。1、2、3、4、5、6、7。今ここで倒すんだ。え、1、2、3、4、5、6、7、8、9。ここはあかんときにやれば、ほら、グダグダだけど、グダグダだけどクリアできる。この俺でも。あー、つらかった。って感じで、まあ、大体なんとかなってますね。最近になって、スタミナが100割りそうだったら極限の闘技場行って、クリアすればいいんじゃんっていうことを気づき、ここでなんかボーンってやられちゃったけど、そこまではね、すんなりと来れましたね。で、闘技場クリアしたら一気にレベルが上がるから、スタミナ回復にいいなって思いました。はい、長く寝ました、すいません。恥ずかしいこれ。以上、ドクターキッズでした。お疲れ様でした。